三輪郷土紙芝居始まり始まり樽賀山の魅力様昔昔下川浦の川沿いにある竹藪に誰が作ったかわからない石でできた魅力様がありましたとある時

静かに消えていったのです。明くる朝、茂吉はこの弥勒様の不思議な夢を家の者に伝え、家の者は村の者たちに話しました。うううか、かそそそららのののおげややな。そんななんんんいっっこと、たるがてっぺんなんかはどうやよう村が見渡せるに。 何日もかかって道ををりり頂上に様をお祭りしまおししたすると不思議なことに茂吉の病はよくなって山に登り弥勒様にお礼参りができるようになったのですそれから月日がたったある日村を通りかかった旅人が弥勒様を拝もうと樽が山に登ることにしましたそこで持っていた杖を弥勒様に預け ちょっと用事を済ませに行ったのですが戻ってきてみると杖がなくなっていたのです怒った旅人が腹いせに近くにあった木の棒で叩くとなんと片手が欠けてしまいましたそれに驚いた村人は弥勒様を樽ヶ山の頂上から下ろすことにしたのですさらに年月が流れ 村にはある噂が流れていました片手の弥勒様が柔らかい光に包まれ夜の真っ暗な闇の中迷うことなく樽ヶ山を登っていくのが見えるというのですそれを見た村人はこの世のものとは思えぬ弥勒様のお姿に手を合わせるのでした「ギュンベ見たんやありゃ弥勒様やった」「恩しもか」 なんひさいぼらからやとよなよなようみえちょるらしいでやけどなんでやまなんかのぼりんさるんやむかしはたるがやまのてっぺんにおまつりしてござってたかいとこからながめてわっちんたをみとってくだれとったんやとてがとれてまっとるのにそんでもたかいとこからみてくだれようとされとるんかそらありがたいことやなもん。 そんならまた元んところにお祭りしたらどうや弥勒様も喜んでくださるにそうして弥勒様は樽ヶ山の頂上に再び祀られることとなりましたすると今までよく起きていた村のぼや騒ぎもぷつりと消えて平和な暮らしが訪れましたそのためいつしか このくさまを火の守り仏と,というようになりました。以来片手のままで村人を災いから守ってくださるので毎年1月15日にはお餅をお供えしてお祭りするようになりましたとおしまい左高安一氏左ひ久雄氏より。